朝食の準備をしていきます。この秋たくさん食べた黒いちじくと、こちらはいただき物のコンフィチュールです。これね、リキュールがたっぷり入っててね、すごい嬉しいプレゼントでございました。ちょっと看板にをオーブンで温め直しました。あとは黒いちじくとシャインマスカットとあれだ、フロマージュブランと、ちょっといちじくのコンフィチュールはちょっとつけながら食べようかなと思います。いただきます。東京の代官山でポップアップストアをさせていただきました。すごい天気のいい一日で、アリーカのポップアップストアです。つい最近ですね。こんな感じで小さなギャラリーをお借りして、させていただきました。こんな感じで、あのアップルサイダーのホリデーのコフレをメインにいろいろ皆さんに見ていただいた感じになるんですけれども、お花とかもね、ちょっとアップルサイダーの世界観に仕上げていただきました。いろいろこう並べてタッチアップとかもねできるんですけれども、いやー本当にたくさんの方に来ていただけてすごく嬉しかったです。私はこのモヘアニットを着ておりました。今映ってたのは、クシネの方です。皆さんありがとうございました。まあ、うわ、焼きリンゴを焼きました。ラム酒もシナモンもたっぷり、バターもたっぷりで、ちょっとバニラアイスも添えてみました。今日は本当肌寒いのでぴったりな気がします。いただきます。これは今年最後のイチジクになるかな、どうだろう、もう一回食べれるかな、黒イチジクね。で、ちょっと今日ブラーと合わせようかなと思います。よし、おー、はい、イチジクのところにはオリーブオイルかけちゃいました。ちょっとだけ茶色いのはバルサミコちょっとだけかけました。あとは樽屋さんのパンと、このね、ゆでピーナッツかな、めっちゃ入っててすごい美味しいんですよね。あとは私の大好きなおっちりさんのバターとお塩と、コーヒーです。いただきます。あ、ごめんね。なん？あ、かわいい。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 
かわいい。おやつに黒いちじくとリコッタチーズをいただこうと思います。マリコがやってきました。さっきまで一緒に昼寝してましたねー。お、お彼岸なので今日おはぎをいただこうと思っておはぎ買ってきました。あとは松茸の形をしたすごい可愛い和菓子を、季節の和菓子が売っておりましたので一緒にいただこうと思います。いただきます。栗をひとまず蒸しました。 500g 買ってたので何に使おうかな。デザートにしようか、スープとかにしようか、ちょっとまだ考えてるんですけど、とりあえずちょっと試しに食べてみようと思ったら美味しくて止まらなくて危険でしたね。3個でとどめました。ちょっとだけお塩振って食べたらまためちゃめちゃ美味しかったです。ラタトゥイユとちょっと食べかけですが、カンパーニュと玉ねぎの上にベーコンを乗せて、なんか塩コショウとかタイムとか乗せてオーブンで焼いたものです。いただきます。ラストですね。ラストの栗きんとん、あの七福のは、はい、本当に美味しかったです。最後は大切にいただこうと思います。いただきます。トロヤのパンが届きましたので、今日は早速です。シナモンロールと、多分ブドウ系、ブドウ酵母系のカンパーニュかな？と、まあおなじみのあれです。フロマジュブランと、イチジク、黒イチジクと、シャインマスカットはラストになりました。はい、いただきます。ひっくり返ってる。はいよ。かわいい。先いい感じ、うまっ。